青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様お元気でしたか。料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは。女優の佐々木千秋です。さて始まりました愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、料理カウンセラー青木由美さんがラジオを聴きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、お料理のレシピ、最新便利調理器具情報など、料理と婚活などアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組です。ではまずは今注目の料理カウンセラー青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。ありがとうございます。青木由美さんは千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得。その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業をされました。料理はコミュニケーションという考えのもと、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のためにこの番組をはじめ、婚活料理教室、各種セミナー、取材、執筆など精力的に活動されていらっしゃいます。ありがとうございます。そして今お話しさせていただいております、私佐々木千秋と申します。普段はドラマや映画に出演させていただいたり、佐藤製薬様、リゾン様、他の CM などにも出演させていただいております。そしてここ市川うらら FM さんで、言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。そしてですね、来週木曜日10月の17日から始まります、テレビ朝日系列で放送の人気ドラマ、皆さんもよくご存知だと思いますが、米倉涼子さん主演のドクター X 外科医大門未知子に看護師としてレギュラー出演をさせていただきます。私この番組大好きで、シリーズずっと見てるんで、今から楽しみです。もう、ね、そういう風に言っていただくとね、すごく私自身ももう本当に大きな作品に関わらせていただけているんだなということで、とても嬉しいなという風に感じておりますので、毎週木曜日夜9時から皆様もね、ぜひチェックいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。こんな2人で毎回皆さんに料理、婚活などについてよりすぐりの情報をお伝えしてまいりたいと思います。それでは初めのコーナーは、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。そして残り物3段活用ということで、1つの食材に対して3つの簡単な料理レシピをご紹介させていただきます。それでは由美先生、今日の食材は何でしょうか。今回はしめじを使った3つのレシピをご紹介していきたいと思います。秋です ね、秋といったらキノコですので、はい、しめじってビタミン D が多く含まれていて、でこのね、ビタミン D が不足するとストレスをね、はい、感じやすくなるって言われてるんですね。そうなんですか。今回はね、このしめじレシピで、はい、ストレスをね、なくしてもらうっていう点でもいいと思います。ちなみにビタミン D って、その他の食材にはどんなものがあるんですか。結構ね、いろんな食材に含まれていて、はい、お肉とかにも含まれてますし、はい、豚肉とかね、あとは野菜とかにも入っているんですが、はい、本当に、ね、少量なんですよ。うん、でキノコは結構ビタミン D がいっぱい含まれていて、一番多いのはね、キクラゲが。キクラゲ多いですね。意外でした、なのでね、今回はそのビタミン D たっぷりのお料理ですけれども、はい、まず、一つ目、しめじの混ぜご飯。しめじの混ぜご飯。次にしめじのマヨネーズ炒め。しめじのマヨネーズ炒め。次にしめじのあんかけです。しめじのあんかけ、どの、ね、メニューでも、はい、最初にしめじ の、 根元の部分、石突きって言われる硬い部分が、ね、ありますので、そこだけは切り落としてもらって、ほぐしておいた状態でご用意してください。はい、まずはしめじの混ぜご飯から、はい、お米2合、お米が2合、しめじが1/2パック、しめじが1/2パック、そしてツナの水煮缶が1缶、ツナの水煮缶が1缶、そしてめんつゆ、
これね、3倍濃縮の場合には大さじ4杯。大さじ4杯入れればいいんですね。はい。でですね、これツナ缶は水をね軽く切っておいてもらって、はい、で通常ご飯炊くみたいにお米研いでもらったらですね、炊飯釜にそのお米入れて、はい、ツナ缶もしめじもめんつゆも全部入れてもらって、そして炊飯器で普通にお米炊くのと同じように2合だったら2合までの目盛りまでお水入れたら、はい、スイッチをしてご飯が炊き上がります簡単ですね。そうなんです、入れるだけっていうね、これで出来上がりますのですぐ完成していきます。これはね、香りがねこう炊き上がった時の香りなんか美味しそうですよね。そしてその次2品目がしめじのマヨネーズ炒め、はい、まずしめじが1パック1パック、まあ、ハムがまあ4枚とかあと好きなだけ、ね、入れてもらってもちろん OK です、で、はい、そしてマヨネーズが大さじ 1.5 杯、醤油が小さじ1杯、小さじ1杯、はい、でですね、まずはハムは食べやすい大きさにカットしてください、はい、次にフライパンにマヨネーズを入れてもらって、はい、弱火でハムを炒めていきます。弱火なんですね。でしめじを入れてしんなりするまで炒めてください。はい、最後に強火にしてもらってお醤油を回し入れたら完成です。あ、もう本当にじゃあ小さじ1杯のお醤油を最後にちょっと足していただく。そうなんですよ、マヨネーズがしっかりと味がありますので、最後ちょっとお醤油で味付けるだけで OK です。美味しそうですね、ご飯に合いそう。そして次しめじのあんかけです、はい、めんつゆとお水、はい、しめじ、片栗粉で、この片栗粉はだいたい大さじ1/2杯分で用意してもらうといいです。大さじ1/2、はい、で、まずはですね、片栗粉とお水を1対 1.5 の割合で混ぜて溶かしておいてください。はい、水溶きですか。水溶き片栗粉を作ります。はい、次にお鍋にですね、しめじとお水とめんつゆ入れてもらって、はい、で沸騰させます。次にしめじに火が通ったらですね、先ほど作っておいた水溶き片栗粉、はい、これをですね混ぜながら入れてとろみつけていきます、でこの時ですね、沸騰の状態で結構ボコボコ沸騰してたりすると、はい、水分が蒸発してしまいますので、お好みのねとろみがつくまで水溶き片栗粉の量を入れて調整してもらうといいです。そうなんですね。でこれがねとろみがついたら、はい、完成したものをですね、まあ、お豆腐にかけたりオムレツとかオムライスにかけて食べてもらうと美味しく食べることができます。あ、そうですよね、あんかけですからね、何でもかけちゃっていいんですもんね。そうなんですよ。わ、なんかそれだけでこう料理のバリエーション増えた気になっちゃいますよね。めんつゆで作れますから本当にねあっという間に全部入れるだけっていう状態ですしね。そうですね、まあ、私ちょっとびっくりしたのが片栗粉をこう水溶きしてお鍋にこう入れるときによくこう火を消してみたいな書いてありますことをね教えてもらったことがあったんですけど、火つけたままでも全然大丈夫なんです、ね、つけたまんまで大丈夫です、というのも火を止めてくださいっていうのは、お鍋にね水溶き片栗粉を入れるときに混ぜてないとダマになっちゃうんですね、でもお鍋の中をずっと混ぜながら水溶き片栗粉を入れていけば別にダマにならないので、なるほど、つけたまんまで大丈夫です。あ、そうなんですね、はい、じゃあもうこれは、まあ、火つけたまま一生懸命ダマにならないというところが、まあ、ポイントってことですよね。もし混ぜるのに心配だったらね止めてもらってももちろんいいんですけれども、はい、そのまんまでもやっぱねつけたり消したりとかちょっとね大変とか面倒っていう人もいると思うので、はい、なるほど、まあ、今回はね本当に秋らしいというか、ね、そうですね、旬の野菜をフルに使っていただいて、まあ、楽しんでいただけるのかなというところで、まあ、家庭ですごく簡単にできるのかなというふうに思いましたので、私自身も一人暮らしですが家でちょっとやってみようかなと試してみてください思いました。青木さんありがとうございました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんしめじを使った追加の一品おすすめです。以上冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。続いてのコーナーはランクザ調理キングということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし独断と偏見で毎月のおすすめ調理キングについて青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回はですね、はい、家庭向きの使いやすい包丁ランキングをご紹介していきます。
包丁、包丁をね、変えただけで料理の腕が上がったっていう人がいるぐらいですね、はい、包丁って結構基本になるんですよ。そうなんですね。で一番ね大事なことって、はい、こう手にフィットするか、握った時に手にねちょうどいい感じで握れるかなんですけれども、はい、ただ初心者の時って食材がね切った時に包丁にくっついちゃうとかね、あとはお手入れができないとかっていう、はい、そういった悩みが出てくると思いますので、まあ、今回は家庭での使いやすさを踏まえてランキングにしました。いやちょっとなんかこういつもよりもさらに具体的なチョイスですね。そうですね、かなり深い内容になるかと、はい、お手入れとかね知りたいです。じゃあまずは第3位から。はい、3位、みそのさんのモリブデン鋼包丁。モリブデン、はいはい、こちらですね、金額とか長さによって、はい、金額は長さとか大きさによって変わるので、はい、確認していただきたいんですね、で私も持っている包丁なんですけれども、モリブデンって素材の名前でですね、そうなんですね。このねモリブデンっていうのが入ってることによって、はい、切れ味を長く継続させてくれるので、こまめにね研いだりとかしないご家庭でね、はい、使う包丁にはおすすめの包丁です。なるほど。そして第2位、はい、吉田金属さんのグローバル包丁。こちらもですね金額長さ大きさでね変わってきますのでご確認ください。はい、こちらはですね切れ味を鋭くしつつ、はい、切った時の食材が包丁から離れやすいようになってるんですね。この包丁からね切った時に食材がすぐに剥がれてくれるっていうものが、はい、研ぎ方でハマグリ刃っていうのがあるんですけど、ハマグリ刃、このハマグリ刃って、はい、普通包丁の刃って研ぐ時に、はい、まっすぐ研ぐんですよ。そう、あそうですよね。刃物って全部まっすぐになってるんですけれども、このハマグリ刃って、はい、特殊なね研ぎ方でカーブさせて研いでるので、食材切った時に、はい、この包丁の刃と食材の間に隙間ができるんですだから食材がポロッと剥がれてくれるっていうことでですね、結構家庭でも使いやすい形になります。あそうなんですね、ハマグリ刃初めて聞きました。ちょっと珍しいんですよね。そして第1位、はい、東次郎株式会社の東次郎包丁、はい、こちらも金額は長さや大きさで変わってきますのでご確認ください。はい、東次郎か漢字だと、そうですね、漢字だと富士っていう字に、はい、まあ、次のね、次、そして一郎次郎とかね、の郎っていう形で漢字があるんですけど、英語でもね、海外向けにも販売してるので、英語でももちろんそうなんですね。どちらも OK です。なるほど。こちらの包丁はですね、はい、なんといっても切れ味が売りの包丁で、プロもね結構愛用してるんですね。そうなんですね。私もね料理のレッスンで使ってる包丁なんですけれども、はい、お手入れもしやすい素材でですね、さらに金額が結構ね優しいんですよ。お手頃なんですね。お手頃でいいんですね、だから家庭にかなり向いてると。でもねやっぱプロも愛用していて、でそれでもって切れ味がこれ売りなんですよね。そうなんです。いやもういいことしかないことだけなんですよ、なのでこちらの包丁はねかなり私も好きで、結構いろんな種類持ってますね。そうなんですね、いや包丁もねなかなかこう選ぶのってすごく難しいなって正直最近思っていて、いろんな種類ありますからね。そうなんですよ。どこでも手に入るからこそなんかこれでいいんだろうかとか、やっぱちょっとわからないところがやっぱりあるんですよね。確かに、でまずはねまあ、素材がね、はい、いいとか刃がいいとかっていうのももちろんそうだし、あとは握った時の自分のねフィット感っていうね、この2点で決めていくといいですね。なるほど。すごくね勉強になったというか、私自身がやっぱりお料理初心者なので、まあ、できるだけ初心者として使いやすい、これだったらお料理が楽しくなるっていうのって結構大事ですもんね。そうですね、大事ですね、はい、なのでですね、ぜひねちょっと使ってみたいというか、ちょっと包丁をね私探しておりましたので、ぜひ参考にさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。以上ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。
さて、このコーナーはぜひものソングということで、何のぜひものかと申しますと、ズバリ恋愛。この楽曲を聴けば婚活や恋愛が成就するのではと、私佐々木千秋がセレクトさせていただいた楽曲を紹介し、毎月2回放送ともかけさせていただくコーナーです。今回は小袋で You という曲を選ばせていただきました。私聞いたことあるかな、聞いたこと、もしかしたら耳にしたことはあるかなと思うんですけど、あの小袋って結構ちょっと恋愛とか、まあ、応援ソングも多いと思うんですけど、恋愛ソングちょっと歌っていらっしゃるイメージありませんか？確かに、はい、なんか優しい声でね。そうなんですよ、耳にね、優しい、いいですよね。はい、でまあ、今回この You という曲を選ばせていただいた理由としては、まあ、ちょっと男性目線のラブソングっていうところもそうなんですけれども、まあ、あの男性の不器用さ、女性は、ね、なかなか分かることができない部分というのがあると思うんですよね。不器用すぎて口にできない、言葉にできないっていうのを、まあ、体を持ってあの抱きしめたりとかしているんだよっていうメッセージが込められておりまして、ね、あのまあ結婚とか、まあ、お付き合いをするでもそうですけど、やっぱり男性って少しこう覚悟を持った上で、まあ、好きだよとかそういう言葉を投げかけてくれているんだなということを、この曲の歌詞を見てね。あ、じゃあ男性の心を知る教科書みたいな感じですね。そうなんですよ。おはい、なのでね、ついつい結構女性の方はなんで言ってくれないんだ、言ってくれなきゃわかんないなんてね、ついつい言っちゃいがちですけれども、実は男性ってこういうことを考えてるところもあるんだよっていうのをね、なるほど、知っていただけたらいいかなと思いまして、今回は選ばせていただきました。改めまして、今お聞きの番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けて、そのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて、実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスしていただくコーナーです。それでは由美さん、今回もよろしくお願いいたします。今回ご紹介するのはですね、はい、交際中の彼に結婚を早く決めてもらう方法です。うわ、知りたいですちょっと本質いきましたね、はい、今回ね、はい、あの交際スタートしてから結婚するまでの期間って、はい、大体どのぐらいの期間かかると思います、うん、まあ、2年くらいとか。あ、いいですね、はい、これですね、はい、実は平均 4.5 年という数字をですね、ある公的機関が出してるんです。そうなんですね、 4.5 年、まあ、2倍でしたね。そうですね、甘く見ておりましたね、やっぱりね、はい、あの 4.5 年って結構長く感じますよね、うん、感じました。あの当時ね、29歳で付き合い始めた彼と早く結婚したいけれど、どうしたらいいだろうってね、はい、悩んでいた女性がですね、はい、あの私の主催する愛され飯のレッスンに参加したんですけれども、まあ、その方がね、どんなことをしたのかっていうのを今回ご紹介していきたいと思います、うん、お願いします。まあ、多くのね、交際中の女性が、はい、まあ、結婚の話を彼氏にしたらちょっと重たいって思われるんじゃないかなって考えてしまって、はい、ね、結婚の話を避けたりですとか、うんうんうん、もう話題にも触れたくないってね、いうことが多いんじゃないかなと思うんですよ。そうですね、でもね、これが間違いなんですね。そうなんですか。あのこれをやる方って、はい、その後ずっと結婚の話をしないで、はい、お付き合いをしていって、まあ、いざね、うん、もういい加減結婚の意思あるのかどうか確認したいって思うと、大体ね、取りがちな行動っていうのが、はい、私と結婚する、それとも別れる、どっちっていう急に二択をね、ドーンって投げかけちゃうんですよ。なるほど、ちょっとわかります急にやってしまう、ね、この急にやってしまうっていうのがちょっとね、あの問題があるんですけれども、はい、あの男性側も急にそんなことを言われるわけですから、あの結婚後のイメージも全くできていない状態で結婚の話をされても、えってすぐに答えられるわけではないんですよ。そうですよね、そうすると戸惑ってしまったりとかしますし、はい、ね、で答えられないってなると、え、私ここでじゃあ君と結婚するって情熱的に言われたかったのにっ
って思っちゃうわけじゃないですか、はい、思っちゃうと思います。やっぱりね、欲しい答えはその場ですぐ返ってくるってなかなかないんですね、うんうん、だからこそまずは結婚後のイメージをしてもらえるように将来の話をしたりですね、あとは一緒にお料理を作って、うん、で一緒に食べるっていうことをやって、はい、将来こんな生活になるんだろうなっていう体験をしてもらうことが必要なんですよ。あー、なるほど、体験をするんですね、そうするとねイメージができるんですけど、うん、まあ、車の CM でもね、はい、ただ車の性能を伝えるとかではなくって、やっぱり素敵な景色の中を車で走ってる CM だったりとか、うん、家族でキャンプをねして、そのね、あの車でキャンプまで出かけていくなんていう CM ありますよね、はい、ありますね。あ、こういう生活できるんだったらいいなってやっぱり思うわけじゃないですか。同じなんですよ。なるほど、そういうことです ね。イメージをしてもらう、愛され飯の、ね、レッスンに参加をしたその彼女もですね、はい、あのどんなところに住みたいかなんていう話を2人でしていったりですとか、あとはあのドライブデートの時に料理を作って持ってったりしてですね、はい、で将来をイメージしてもらったことでだんだん彼から結婚の話が出てくるようになって、うん、で思い出の場所でプロポーズしてもらったんですね。おー、いいですね。約1年で結婚が決まったっていう。1年です。平均 4.5 年の中1年で。そうなんですよ、うん、だからねやっぱりただ待ってるだけではなくって、はい、ね、あの時間もかかっちゃいますから将来の会話をするとか、料理を一緒にするとか、まあ、食べてもらうなんていう形で将来の結婚後の生活をイメージしてもらうことっていうのをねどんどんやってもらいたいなと思います。そういうことなんですね、まあ、ついつい先ほどね由美さんもおっしゃってましたけどちょっと重いんじゃないかなって思ってなかなか結婚ってね、言っちゃいけないんじゃないかみたいな自然の流れかなみたいなところありましたけど、やっぱりそうイメージをさせてもらしてもらって、まあ、よりお互いに近づくっていうのってやっぱり大事なんですね。そうですね、ね、料理がやっぱり、ね、料理いいですよ料理が、うん、だって毎日そういう生活をするわけですから。そうですよね、そっか、だから料理はコミュニケーションになるんです。そういうことですね、すっごい今ズキュンときましたよ刺さりました、はい、だからかと今こうね改めて感じさせていただいたんですけれども、ま、料理って本当にそういうところでの、ま、コミュニケーションというツールとして本当にいろんなところで出てきますが、まあ、人生を決めるところでもやっぱり大事に、ね、なってくるんだなというふうに感じましたね、どんどん活用してもらった方がいいですね。あ、これはぜひね取り入れていけるように頑張りたいなと思ってますありがとうございました、はい、皆さん今回のエピソードは参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、青木さんのところで実際に勉強してみたいというお考えの方はぜひ愛され飯協会で検索をしてみてください。以上ラジオで婚活のコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間ということなんですが、今お聞きいただいております愛され召し上がれは毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしますので、ぜひこれからもお聞きいただければと思います。由美さん、今回の放送を振り返られていかがでしたか？やっぱりキノコ料理ね、ご紹介していきましたけど、はい、紹介してお話ししてるとだんだん私も食べたくなってくるんですよね、ますよねちょっとキノコ料理また作ろうかななんて思ってますけれども、私のですね、青木由美の SNS、インスタ、Facebook なんかでもですね、はい、今回もご紹介しているお料理の写真とかね、作り方なんていうのもアップさせていただいてますので、ぜひチェックいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。そして番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見、ぜひお送りいただければと思います。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。